リオーエエロバレーの新作が発表された。なんと PS5 版もあるらしい。え、家庭用もあるの？エロバレーシリーズといえば今や DMM 版と STEAM 版しか動いてないのに。そう、つまり AV 落ちした元アイドルだと思っていたら地上波ゴールデンに突然出てきたような違和感。エロバレーって地上波出ていいんだっけ？いいに決まってるだろ。というか地上波ってなんだよ。